3連休がっつり YouTube 休んだ藤丸です。今日も仮想通貨ニュースとチャット分析を配信していきたいと思います。はい、じゃあ早速いきたいと思いますが、このチャンネルでは、毎日ねこの仮想通貨の情報を配信してますので、チャンネル登録そして動画のグッドボタンぜひよろしくお願いします。はい、4日ぶりのね、ニュースとチャット分析です。まずね、マクロ経済と金融市場については、悪くなってます。先週末のニューヨーク株式市場では、ダウ平均が 1.62% 下落で、3万ドルって節目を割り込んで、2万9500ドルまで落ちてます。あと、週明けの東京株式市場でも、1営業日で500円以上のね、大幅安となっておりますので、まあ、引き続きリスクオフのムードはかなり漂っていると。あとは、ドルの強さを示すドル指数が、114.527 まで上がってますが、直近はね、128ぐらいのところが、一旦レジスタンスにはなりそうなんですけど、そこまで上がりそうなのでね、またビットコインとかも一段下に落ちやすいかなと思います。あとは、アルトコインで言うと、ハードフォークで誕生したイーサリアムとプルーフオブワークが、一時期ねちょっと反発してます。3ドル台まで落ちたんですけど、6日間で13ドルまで反発してますって感じですね。まあ一旦底打ちしたようなチャートに見られたので、そこをブレイクしてから買われていってるって感じなんですけど、まあどうだろうね。まあ今からちょっと買っていくって感じじゃないような気がするんだけど。まあでも出来高はしっかり伴ってますので、続伸する可能性はあるかなと思いますけどね。あと FTX がイーサリアムプルーフオブワークの永久先物取引サービスをまあローンチしたっていうのもまあ交換されております。あと24日には最初のエコシステムのインデックスにリストするための申請をツイッター上で募集しておりますと。で、ステーキング送料については、イーサリアム 2.0 がまだ一番多いんですけど、ついでソラナ、カルダノ、BNB、アバランチという順番になっております。はい、そんな感じですね。週明けてもまだね、相場悪いですけど、今日もビットコイン、イーサリアム、リップルのチャート分析やっていきたいと思います。まずね、ビットコインがね、まあ1万8000ドルをしっかり守ってきてはいるんですけど、チャート形状的にはちょっといつね、割れてもおかしくないかなっていう感じのね、チャートですね。ここのね、サポート、聞いておりますが、この間のね、まあ日本中3連休、金土日はあんま大きな値動きはなかったです。まあ今ね、目視でも確認できるぐらい、こういう感じのね、レジスタンスがあるのは分かると思います。で、これを上に抜けるんだったら一旦ポーンと跳ねて、2万ドルぐらいまでの上昇はありそうなんですけど、まあ上からね、移動平均線もあるし、レジスタンスラインもね、こう2つぐらいあるので、やっぱ2万ドルのとこはかなり硬いのかなと思います。で、こうやって引いてみても、まあ大きな三角形の中にあるので、まあディセトラですね、ディセンディングトライアングルって言って、下に抜けやすいチャート形状ですので、まあ、1万8000ドルをもし割ってきたあたりから大きくね、下落して、次の節目の1万4000ドルまで落ちそうだなと思いますが、土壇期は、まあ、一旦上に上がるパターンも想定するし、なんかズルズルっと落ちるパターンも想定するしって感じで、ちょっと難しいかなと思うので、僕はとりあえずね、現物はちまちま買い増してます。今の1万8000ドルのあたりでね。うん。で、それで、1万ドルとかまで落ちて、含み損になってもあんま気にしないと。2、3年後に、利益取るために今買い増しするっていう感じで考えています。じゃあ次イーサリアムですね。イーサリアムもね、まあズルズル落ちてるんですけど、まあやっぱこれは一旦まあ800万落とすんじゃないかなと思うんですよね。うん、ビットコインで言うとまあこの辺までいるは落としてるわけなんですけど、こっちはまあここのねデジサポラインのところ、1200ドルのところがまあ一応サポートになっていて、まだ割ってはないけど、まあなんかズル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 落ちてきてる感じね。うん、だからまあこっちもこういう感じは目視でも分かるぐらいね、こういうレジスタンスラインありますので、ここをブレイクしたら一旦ポンと跳ねてきて、まあまずは移動平均線のここ1000
500ドルぐらいまでの上昇あってもいいと思うんですけど、そのままずるずる落ちて1200ドル割ってドーンと落ちる可能性もあるかなと思います。まあトレンドは明らかに下落ですね、これね。こういう平行チャンネルとかも引けますので、落ちやすいんですけど、でもまあ平行チャンネルで見たら一旦まあ下限まで来てるので、一旦やっぱりねちょっと反発するような場面あったのかなと思います。短期トレードとしては、まあ跳ねたところ、1600ドルとか跳ねたところでまあショート入れたいところかなと思います。じゃあリップルね、リップル跳ねましたね、一応跳ねました。50ドルじゃない、0.55 ドルまでは上げてますので、日本円で言うと、75円ぐらいまでは上げたのかな。結構強めに上がってきてはいますが、一旦ちょっとまあ上げ一服感は出てるかなと思います。RSI も一旦ねもう70以上で買われすぎのところに来てるので、まあ利確した方がいいって、まあこの辺から言ったと思うんですけど、まあ利確としてはいいポイントだったのかなと思います。でも一応まだね、こういう平行チャンネルをブレイクして、それがまあ逆に裏タッチして、まあサポートになってるので、ここ割らなかったらまた直進する可能性はありますが、まあここのね、日足、結構ヒゲが長いので、まあ上がってきた勢いよりも、利益確定で売られたこのヒゲの方が強いということを考えると、やっぱりちょっと一旦ちょっと足りやすいのかなっていう感じはしてます。この上昇取れたんだったら、まあ僕は利確した方がいいのかなと思ってますけど、独身を、まあちょっとまあこの辺でね、もじもじ底固めしてからの独身とかもあり得るかなと思います。まあ、裁判がね、まあ早く終わりそうだっていうね、話がありますので、まあそれ次第なのかなという感じはしてるんでね。まあでもリップルが元気だと日本の仮想通貨ユーザーがね、とても盛り上がるので、いい傾向だなと思いますが、まあデータで言うとやっぱり RSI がここまで上がってるって考えたら、ちょっと一旦ね、やっぱ、利益確定してもいいかなと思いますね。はい、そんな感じで、久しぶりにね、ニュースとチャートブースやってきました。今日の動画役に立ったって方は、ぜひチャンネル登録、そして動画のグッドボタンよろしくお願いします。そして仮想通貨、ショートしたい人は、バイビットでショートできます。キャンペーンでね、仮想通貨もらえるような、イベントもやってるみたいなんで、コメント欄の一番上にある招待リンクから登録してみてください。それでは最後に藤間のじゃんけんタイム、藤間のじゃんけんじゃんけんポン、またね。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤間の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。